はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は飛ばないヒート空手バージョンということで、一緒に10分間エクササイズをしましょう。いきます。準備。前蹴りからいきます。膝を高く上げて足を前に出して、弾いて返します。当てる位置は同じ真ん中です。足がまっすぐ出る感じではないです。真ん中を狙って体を動かして蹴ったら返します。太ももを高く上げてね、膝を伸ばしてすぐ曲げるっていう感じです。きついメニューではないので頑張っていきましょう。休憩の15分はプッシュアップです。はい、プッシュアップです。きつい方は膝をついてください。この横蹴りです。相手の膝をめがけて蹴ります。蹴ったらすぐ戻します。蹴ったら足の裏を内ももにつける感じです。膝の高さを狙って蹴ります。膝を伸ばしたらすぐに返します。徐々にね、息が上がってきますね。細かく言うと親指が立てときます。はい、プッシュアップいきましょう。前金蹴りです。前蹴りよりは低い位置です。相手の金蹴りを狙って足の甲で弾きます。膝を少し上げたら同じ金蹴りの位置を狙って向きで弾く感じです。プッシュアップいきます。プッシュアップきつい方は休憩してください。で、今度は後ろ金蹴りです。同じ位置をめがけてかかとで蹴り上げます。背後から掴んできた男性の金蹴りを狙ってかかとでカチンと上げます。はい、プッシュアップいきます。今度は中腰で中段突きです。相手の溝落ちを狙って当たるときに手首を返します。手首を返すことによって当たるときに力がパンと入ります。初めからグーを強く握っちゃうとパンチが遅くなります。パンチが当たるまでは軽く握って、当たる瞬間に手首と一緒に
グーを握ります。中腰です。低くです。はい、プッシュアップです。上段突きです。相手の顎をめがけてパンチします。はい、体は低くです。パンチしてない手はしっかり引きます。後ろにいる人に肘をぶつけるぐらいの感じで引きます。はい、プッシュアップです。下段突きです。水落ちよりも下の方を狙ってですね。しっかり引きます。結構体がね、熱くなってきましたね。はい、プシャッといきます。今度は鍵突きです。相手の脇腹をですね、人差し指の拳でぶつけます。しっかり体を回しながら、でんでん太鼓みたいにですね、体を回した反動で手が回ってきます。人差し指の拳をめがけてですね、水を持ち投げます。打ってない方の手は顔面カバーです。プッシュアップです。はい、今度顎をカバーして、相手の顎をめがけて裏剣顎打ちです。当たる瞬間に手首を弾く感じです。顎をめがけて打ちます。パンチが終わったら顎に戻します。はい、プッシュアップです。最後立前です。中腰ですね。低くつま先まっすぐ向けて、電信柱を抱きかかえる感じでキープです。呼吸を戻していきましょう。
精神を安定させていきます。お疲れ様でした。最後のエクササイズの最後ですね、立前をすることで心の乱れ、いろんな欲望、そういったものがねリセットされてスッキリします。最後までできた方、よかったらコメントお待ちしております。お疲れ様でした。チャンネル登録、そしてグッドボタン、コメント、シェア、よかったらよろしくお願いします。お疲れでした。Thank you.